ふわひじりコロモライは都道府県対抗女子駅伝を欠場、群馬でエントリーも出場見送り。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。陸上女子1万メートルで日本歴代3位の記録を持つ不破聖衣来、2年イコール拓大が第41回全国都道府県対抗女子駅伝15日、たけびスタジアム京都発着を欠場することが14日決まった。昨年は怪我の影響もあって出場レースを慎重に選び、昨年12月の全日本大学女子選抜駅伝も欠場していた。今大会でも群馬でエントリーはされていたものの、出場は見送られた。不破は前回大会で激走。4区4キロで13人のごぼう抜きを披露し、12分29秒の区間新記録を打ち立てていた。10月の全日本大学女子駅伝でも5区9、2キロを29分39秒で走り、区間賞を受賞していた。陸上群馬の不破聖衣来コロモライはエントリーされず故障から回復途上。監督も今は無理する時ではない。全国都道府県対抗女子駅伝は15日、京都市のたけびスタジアム京都発着の9区間42195キロで行われる。14日に区間エントリーが発表され、群馬の不破聖衣来、19、イコール拓大イコールはエントリーされなかった。高校時代に不破を指導し、今大会で群馬を率いる北田初雄監督は、先を見据えて、今は無理する時ではない、と話した。不破は前回大会の4区で13人のごぼう抜きを披露し、区間新記録を打ち立てていた。昨年10月の全日本大学女子駅伝で5区間賞を獲得したが、故障からの回復途上のため、12月の全日本大学女子選抜駅伝には出場しなかった。最長区間の9区10キロには、樺沢若菜24イコール資生堂イコールがエントリーされた。中日スポーツ、不破聖衣来コロモライの出場は未定。15日に都道府県対抗女子駅伝。全国都道府県対抗女子駅伝15日たけびスタジアム京都発着。大会事務局が10日オンラインで記者発表を行った。今大会は3年ぶりの有観客で行われる。昨年の世界選手権で3種目に出場した田中貴実23イコールトヨタ自動織機 TC イコールは兵庫同マラソン代表の松田瑞生27イコールダイハツイコールは大阪でエントリー。兵庫、大阪は休場。京都、福岡らとの優勝争いが予想される。また、1万メートルで日本歴代3位の記録を持つ不破聖衣来、19、イコールは、群馬でエントリー。出場すれば、松田らと同じ第9区10キロ、と予想されている。しかし、昨年末の全日本大学女子選抜駅伝は欠場しており、大会事務局も、そこまでの情報しかない、と出場の可否は明らかになっていない。不破は昨年、4区4キロ、で13人抜きの快走を見せて区間賞を獲得。東京五輪女子1万メートル代表の廣中璃梨佳、日本郵政グループの区間記録を3秒塗り替え、優秀選手賞を獲得していた。